まずこれがお前どうもゆめ。今回は英字新聞に載ったけどむずすぎて読めなかった話を紹介しようと思います。突然ですが、僕はかれこれ2年ほどサッカーチームの英語通訳として働いているのですが、なんと先日光栄なことに僕の記事がザ・ジャパンタイムズという英字新聞に掲載されました。やったー。ザ・ジャパンタイムズとは日本のニュースを題材にした英字新聞で、難易度は中上級者向け、きちんとした文法からレベルの高い単語表現がしっかり学べる、もう知る人ぞ知る最強の英語学習教材ですね。そしてこのジャパンタイムズに今年の4月、ありがたいことに後ろのページに小さく僕の記事が掲載されまして、晴れて英字新聞デビューとなりました。最初自分の記事を見つけた時はもう本当嬉しすぎて、その場で新聞紙をびっくりに破りそうになったんですけど、ほんで一旦落ち着いて実際に新聞を開いてコーヒーを片手にどれどれとニコニコしながら自分の記事を読んでみ、なんと出てくる単語や表現のレベルが鬼むずすぎて全く読めないという事件が発生し、自分の記事によって自分の英語力の未熟さが露呈するという、まさに天から地へと落とされるボロボロな感情でしっかりメンタル崩壊したのですが、それでもこれが伸びしろだなと一瞬で気持ちを盛り返し、自分の記事を使って辞書を片手に単語やフレーズをしっかり調べ、全体をスラスラ言えるまでひたすら読むとするというクソ痛いやつになりながら、しっかり英語学習教材として使わせていただきました。ほんでまあ読んでみたら結構いい感じに書かれてたんで、まあよかったっす。でなんで僕がこの英字新聞に掲載されてこんなにも嬉しいのかと言いますと、このジャパンタイムズという英字新聞は僕が2年前俺は通訳に乗ると決心した時に一番最初に手に取った英語学習教材だったんです。それから大学の図書館に通い詰めて片っ端から新聞引っ張り出して気になるトピックを選んで読みつつ、わからない単語やフレーズを調べながらそれを印刷して持ち帰ってひたすらに音読するという勉強をずっと続けてきまして、それが今の英語力に確実につながってると感じてるんです。だからこそ一番身近にあって一番お世話になってきた英字新聞に僕の記事が掲載されるなんてことはもう感無量中の感無量だったわけですよ。ということでこの場を借りてザ・ジャパンタイムズさんにお礼をお寄せください。いつも本当にありがとうございます。これからもしっかり購入させていただきます。ちなみに最近はさらにありがたいことに毎日新聞にも僕の記事が掲載されまして、もう恐縮すぎて言葉が出ないですが、これからもっともっと頑張っていこうと思います。まあ言うてこんなこと言ってますけど、まだまだ自分は未熟者ですし、成功よりも失敗の方が桁違いに多いので、これからもこのチャンネルではリアルな英語学習とクソはず失敗談を包み隠さず発信していきます。またさっきちらっと紹介した英字新聞勉強法や僕がずっと続けてきた英語勉強法もどんどん紹介していきますし、オーストラリア留学の話もまだまだ残ってるので、もっと気になった方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。最後に一つ、僕が思う新聞に載ってよかったリアルの第一を言わせてください。それは親が喜ぶ。